はい、ジュゴンです。ということで今回は、今週から始める新たな、試みということで FP 選手の、予想とね、活躍した選手の中から、どんな人が来るん、もしくは来てほしいみたいなものを紹介していこうと思います。ということで、流れなんですけど、まず複数ゴールを取った人を各リーグ紹介していって、最後に何人かその中でもこの選手来たら強いんじゃないかとか、この選手はもしかしたら目玉になるんじゃないかという選手を何人か紹介していこうと思います。ということで、自分がちょっとチェックできるリーグが限られてまして、ちょっと今から言います と、上からベルギー、イングランド、フランス、イタリア、オランダ、ポルトガル、スコットランド、スペインはチェックできるので、あとドイツですね、ドイツは2クラブしかないですけど、その、何個言ったのか分かんないですが、そのリーグを一応全試合分チェックしてます。ということで、まず複数ゴールを挙げた選手を紹介していきましょう。まずはベルギーリーグですけど、今週は、オイペンのですね、いません。あ、いました、センターバックだったのか。シーベ・ブロンデルさんが2ゴールしてます。ということで、センターバックで2ゴールはこれはかなり来るんじゃないでしょうかね。能力とかはそんなにパッとしないですけどね、もし来る可能性が高いですよね。もしかしたら銅玉なので、ギリギリ今がもしかしたら銀とかで来る可能性はありますけど、2ゴールなんでね、可能性は高いんですが、ただ今週ハットトリックとか2ゴールとか結構人数多いんですよね。なので来ない可能性も全然ありえますね。はい、ということでベルギーは1人だけでしたね、複数ゴールを挙げたのが。で、次プレミアリーグですけど、皆さんご存知の通り、リバプールのサラ2ゴールですね。サラーは、クラブセレクション1回と、プレイヤーオブザウィークかの方でも1回来ましたかね。はい、能力はこんな感じですが、皆さん知ってると思います、サラーはね。ただ2ゴールなのでもしかして来ない可能性もありますし、そこは分かんないですね。この後フランスとかいろいろ見ていきますけど、結構、総合値もともと高い人が結構ゴール決めてるので、そこら辺の兼ね合いでサラーは見送られる可能性もありますね。ということで、次はニューカッスルの、どこだ？あ、ファビアンシェア。この選手もディフェンスなんです。ディフェンス登録なんですけど、2ゴールしてます。能力はこんな感じで、スキルもなくて、これもなんか外れ感がありますけど、ギリ、金とか、82とかで来るんでしょうかね。スイスの人なんですね。ということで、イングランドはここぐらいで、次フランス行きますか。フランスはですね、あのビッグクラブを除けば、ストラスブールの、フォワードのルドビック・アジョルケっていう選手が、2ゴールです。ただし、能力はこんな感じですね。スタミナが低いですね。スキルも
なかったですが、まあ、24歳なのでレベル上限は結構かなり取られるのかなと思いますが、まあそこまであんまり期待は、まあもし来てもあんまり当たりの選手ではなさそうですね、正直言うと。ということで、まあ皆さんご存知の通りパリのサンジェルマンさんが 9-0 で勝っていますね。はい、ということで、まずはネイマール2ゴールですね。ただネイマール注意点があって、もうスキルが埋まっているので、もし試合で、まあ、ワンタッチ系のシュートを2本とかだってとしてもワンタッチシュートつかないんですよね。ここがまあエラシコあんまり試合で使ってなかったら、エラシコを外してワンタッチをつけてくれればいいんですけど、スキルはそこまで融通が効かないので、スキルはもうこのままで来るので、まあ、1回目のネイマールもそうでしたけど、まあ、仕方ない部分なので、ちょっとスキルがね増えないことは残念ですけど、まあ、能力は上がってきますよね。でまだネイマールは1回しか来てないので、まあ、可能性は高いんじゃないかなと思います。であとこの2人ですね、ムバッペ、カバーニ、それぞれハットトリックですね。まあまあカバーニもスキルは埋まってますが、ムバッペは3つ余ってるので、もし試合のゴールによってはスキルが増える可能性はありますね。うん、ただムバッペは3回かな、カバーニが2回、まあ、先週カバーニも来てますし、その前の週はムバッペのあのクラブセレクション側で来てますし、そこはどうなのかっていうところですが、まあ、自分はカバーニは持ってないんですけど、ムバッペとかネイマールは持ってるので、うん、まあ、持っていない人からすると来てほしいってところですね。もしかしたらムバッペは3回目なので持ってる方が多いかもしれないですが、うん、どうなんですかね。まあ、このムバッペ、カバーニ、ネイマールの中から1人は来るんじゃないかなと、まあワンチャンもう一人って感じでしょうか。まあでも結構ネイマールを持ってない方は結構、まあ1回しか来てないってこともあって多いんじゃないかと思うので、ネイマールかなと来るのは思いますね。ということでフランスは次に、フランスは終わって次へ行きます。セリエAですけど、ユベントスとミランの試合が、まあ、日本時間の月曜日の夜ということで、まあ、対象外となりますね。でアタランタのドゥバン・サパタが4ゴールです。まあ、ここは確実に来そうっちゃ来そうですよね。一応1回来てますけども、まあ、能力はこんな感じですね。前回来た時はスキルもう一つ追加されてきてましたね、確か。まあ、どうなるのか。ただ4ゴールは今週唯一かな、なので可能性はありますが、どうなんでしょうか。で次はフィオレンティーナの、ムリエですね。まあ、能力はこんな感じで、ムリエル2ゴールです。はい、もしかしたら来るかもしれないと。で最後はサンプドリアのクアリアレッラですね。クアリアレッラなんですね、ウィーレでは。この選手結構今シーズン結構点取ってて、まあ、今週は2ゴールだったんですが、まあ、毎週1点とかよく見かけるんですよね。まあ、ただ35歳なのでちょっとレベル上限的にあまり強い選手かと言われるとそうではないのかなと思いますが、次はオランダなんですけど、めちゃくちゃ多くて、まずはアヤックスのタディッチ、能力こんな感じですね。タディッチは1回聞きましたかね。はい、で次がデフラフスハフプ読みにくいですが、ここは
ハットトリックのファビアン・セラン、セランテス、この選手がハットトリックですね。でもう一人いて、この選手ヤウセブ・エル・イエルピっていう選手が2ゴールです。あまり期待できない能力でしたけど、まあ、ゴールによってはスキルが追加されそうですね。でそれからエメンのどこにいるんでしょうか。違いますね、こっちですね。ニクラス・ペーダーセンさん、31歳なんですね。この選手も、2ゴールですね。スキルなし、これはちょっと期待できませんね。でそれからフロー人間のトマス・ブルンスさん、この選手も2ゴール。なるほど、マリーシアだけなんですね。ちょっとここも期待外れな感じはありますが。でそれからヘーレン・フェーンのサム・ランメルさん、身長高い2列目かなと思いましたですね。この選手も来るかもしれない。まあでもオランダ結構そしていっぱいいるんでね、何人かは来そうですよね。で最後はFFAのパトリク・ヨーステンさんですね。22歳若いですね。もしかしたらレベル上限結構取られる可能性ありますね、もしかして。まあでも金できそうですね。ギリギリ銅玉みたいなになってるんですが、もしかしたら、金かな銀かなってところですね。スキルがないのでなんか追加してほしいですが、どうなんでしょうか。で次ポルトガルリーグですが、ベレネンセスから2ゴール、エンヒキ・アウメイダ。はい、能力はこんな感じです。後半3なんですね、チェイシング持ち。なるほど。それからポルティモネンセのウェリントン、この選手が2ゴールです。このウェリントンってなんか J リーグにいましたか、気のせいでしょうか。同じ名前なだけですかね。はい、ポルトガルはそんなところで、最後スペイン、その前にスコットランドは今週リーグ戦なかったです。スペインはヘタフェですね。ヘタフェのこの2トップがそれぞれ2ゴール、どちらも長身のフォワードですね。ハイメマタさんとホルヘモリーナさん、まあ能力はこんな感じですね。まあ、ここら辺も期待できませんって感じはしますが、ということで今挙げた選手というこれから挙げる2選手が、まあ、注目しているのが自分の中で2人いるんですけど、がそれぞれ、何人いるんだろう、10、20人近くいるんですかね、複数ゴールを週末で取っています。ということで注目選手、個人的なやつですけどね、はまず第3位はネイマールですね。ちょっとパリ・サンジェルマンからちょっと選びすぎるのもあれなので、一応ネイマールということで、まあ理由としては、まあ、1回しか来てないっていうので、まあ2回目はまだ可能性があるんじゃないかなと、ね、ハットトリックは一応ムバッペ、カバーニとかしてますけど、メッシのハットトリックでもう来なかったですし、先週あのスペインリーグでハットトリック、その週唯一ハットトリックしてた選手が来なかったんですよね、結局。なのでメッシもハットトリックしても来ない、ね、能力がそんな高くない選手もハットトリックしたのに来ないっていうのパターンもあるので、
結構来てるこの2人はちょっと来ない可能性があるのかなと。その中でもう、まあ、ネイマールはまだ1回しか来てないということもあって来そうですけど、1回目のネイマールよりもしかしたら能力落ちてくるかもしれませんね。ということでもう2人います。まず1人目はポルトの、この人チキーニョ・ソアレスさんが強いんじゃないかなと思います。まあなんでかというと、まあ身長結構高いんですけど、ギリギリ銀なので、どれぐらいで来るんですかね。ちなみにこの人のノーマルがのレベマが84なので、もしかしたらギリ黒もしくはギリ金ぐらいで来るんですかね。でちなみにノーマルはレベルは52、レベマが52かなでした。まあ能力は、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、スピードは80超えてますね。でコンアンロックでスキルにスパサブついてるんですよね、すでに。でただこの選手実際には、まあ、週末の試合で先発してて、まあハットトリックしたんですけど、まあ、スーパーサブに関しては、まあ以前来たメルテンスとかインシーネとか先発してるにもかかわらずスーパーサブはそのままついてたので、まあこの選手もスーパーサーブはついたまま来るとは思いますけど、結構シュートスキルも結構持ってて、これは結構まあ初期ですね。30レベルでまあどれぐらいの能力で来るかによっては強い選手になるんじゃないかなと思いますね。ただしなんか化け物みたいにはならないので、そこそこ強いかなっていう選手ですね、にはなりそうって感じです。でもう一人注目選手がいて、イングランドプレミアリーグからですけど、ウルブスでいいのかな、このチームのディオゴ・ジョタという選手が、まあ、ハットトリックしてるんですけど、年齢22歳で、まあ、今銀玉のがまあ、ノーマルだと銀なんですけど、まあ、能力がこんな感じで結構強くなりそうなんですよね。まあ、スピード瞬発が、まあ、瞬発はもしかしたらレベマにすると FP はカンストっていうパターンもありそうですね。でも決定力は80後半とかになりそうですね。でちなみに後半は6でスキルはこんな感じなので、まあどんなシュートを決めたのかそこまでは見ていないので分かんないですけど、もしかするとワンタッチシュートとか、まあ、シュートのねノールスキルが追加されてくる可能性はありますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。とりあえず全員複数ゴールを挙げた選手は紹介したかなと思います。でもう一つ何が来るのかわからないクラブセレクションがあると思うんですけど、まあ今年に入って全くその通知というか、前もってこのクラブセレクション出しますよっていうお知らせが来なくなったので、まあ何が来るか分かんないんですけど、1回目はフランスリーグ単体でリーグ全体で来るやつ で先週というか、まあ、今週というかはポルトガルの3クラブっていうことで、もしその流れを組むんであれば今週はリーグ単位で来るのかなと思いますが、もしかするとオランダリーグなのかなとか勝手に思っていますが、まあ、複数ゴール挙げた選手多いので、まあ、オランダで来るのかなっていう、なんかよくわからない
理由が作られましたけどね。ただオランダでね、誰が欲しいんだって言われるとあれですけど、まあ、自分が欲しいのはジアシュ、まだ、3回ぐらい来て、ね、獲得できてないですし、あとデリフトとかいいですよね。まあ、そんなもんでしょうかね。まあ、堂安が来る可能性もありますけど、まあ、どうなることやって感じですね。あとよく来るのがロサーノとかですかね、来そうな感じがあるのは。まあそんなところですかね。あとファンペルシーとかももしかしたら入ってくるパターンもありえますよね。ということで、まあ、あくまで予想ですけども、特にあんまり大した理由ではない。オランダリーグクラブセレクションが来るのかな、と勝手に思っております。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、一応、今週の複数ゴールの選手と、クラブセレクション何が来るのか予想というね、してみましたけど、まあ実際どうなるかは分かりませんが、まあ木曜までね、期待しつつ、あまり期待しすぎるとね、あんまりいい選手来なかったパターンもありえるそうなので、ね、ほどほどに期待しながらお待ちたいと思います。ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よければコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。